東京2020大会で活動するボランティア、シティキャストによる東京の魅力発信プレゼンテーション。本日のテーマはクール大田区ということで、シティキャストの丹さん、またサポートとしてご参加の小関さんより発表いただきます。それでは早速ですが、丹さん、小関さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。皆さん、こんにちは。シティキャストの丹新華と申します。本日は私と隣にいる小関さんと一緒に皆さんに大田区の魅力を紹介します。どうぞよろしくお願いします。まずは簡単な自己紹介です。私は2008年に日本に初めて来ました。それ以来ずっと東京都の大田区に住んでいます。今回のオリンピックはシティキャストとして観光案内などのボランティア活動を行います。上の写真は2008年北京オリンピックの直前に主会場鳥の巣の前で撮った写真です。下の写真は国際都市大田大使として地元の祭りや区内の中学校で国際交流活動を参加した様子です。普段はメカニカルエンジニアとして仕事をしています。こちらは大田区の地図です。大田区は東京都23区の一番南にあります。ご覧のように大田区の面積の約3分の1が羽田空港です。まさに空港がある町です。真ん中の蒲田は大田区区役所の所在地です。次のページは大田区の交通を紹介します。大田区は羽田空港のおかげでたくさんの鉄道があります。右の線路図で示したように蒲田から東京、新宿、渋谷、そして横浜などに行くときとても便利です。もし東京に旅行に来たら、ぜひとも蒲田エリアのホテルや民宿を使ってください。ちなみに蒲田は京急蒲田と蒲田駅2つの駅があります。ご注意ください。2つの駅は徒歩10分くらいの距離です。羽田空港に直通しているのは京急蒲田駅です。大田区はとても歴史がある町です。特にこちらの伊香賀宝文字は700年前以上の昔があるお寺です。右上の写真は宝文字の大堂の様子です。とても大きな建物です。大堂の天井に描いた絵が有名です。右には関東にある一番古い五重塔です。その下の写真は桜満開した時の宝文字です。とても綺麗ですね。今紹介している建物以外にも宝文寺には見る価値がある場所たくさんあります。宝文寺の近くに有名なカフェ、くず餅、そば屋などのお店があります。実は私が日本に来た時、最初ここの宝文寺のすぐ近くに住んでいました。毎朝宝文寺を一周してジョギングをしました。宝文寺のおかげで日本の伝統や文化、そして大田区の強い地域力を深く感じました。右下の QR コードをスキャンすれば、宝文字のことを もっと詳しく分かります。宝文字は蒲田にとても近いので、もし大田区に来たら、ぜひ宝文字に足を運んでください。次に紹介したいのは、こちらの清族池です。清族池は蒲田駅から電車で13分で行けます。ボートが乗れる場所として東京都内でも珍しいです。特に白鳥のボートが子どもたちに大人気です。私は 毎年5回以上ここに訪ねます。一番おすすめのは桜満開の季節で船からの花見です。本当に忘れないほど綺麗な景色です。そして船を乗った後、右下のように桜の木の下でピクニックができます。清族池はとても自然豊かな場所です。綺麗な水の中にたくさんのニシゲコイが泳いでます。水面ではカモやカモメなどの水鳥がいます。そして池の周りが緑がいっぱいです。まさにエネルギーがもらえるパワースポットです。こちらも QR コードがあるので、興味がある方は確認してください。
祭りは地元文化に触れる絶好のチャンスです。大田区の伝統的な祭りや行事を少し紹介します。右上は子ども獅子舞です。獅子の力で悪いものを退治するという願いを込めています。右上の写真は先ほど紹介した宝文寺のお絵式の様子です。これは私が参加した最初のお祭りです。日本に来て間もないある日、突然窓の前にたくさんの屋台ができてびっくりしました。この祭りは3日間も続いて、例年30万人以上が来ます。とても賑やかで見る価値があります。下の写真は羽田祭りの様子です。羽田はもともと漁師の町です。こちらの神輿は海の波に揺れる船に見立てた横田という特別の担ぎ方をします。動画がありますのでどうぞご覧ください。大田区の祭りの詳細を知りたかったら、右下の QR コードをスカンして大田区の公式観光サイトで確認できます。このようにサイトの中にイベントカレンダーがあるので、どの時期に何の祭りがあるのはすぐ調べられます。もし東京に来る期間中にどれかの祭りがあったら、ぜひそれを旅行の日程に入れてください。ちなみにこのサイトは他にもたくさんの役立つ情報があるので、旅行の前にチェックした方がいいです。祭りの月に大田区の制度を紹介します。大田区の制度が東京都内で一番多いです。特に黒湯がおすすめです。このお湯は大昔できた地層の中の植物成分がいっぱい溶け込んでいるので美肌効果があります。私も入ったことがあります。肌が本当にツルツルになって気持ちよかったです。黒湯以外にも各制度の内装もそれぞれ特徴があります。私も友人が旅行に来た時、必ず大田区の制度を紹介します。数時間があれば手軽に大田区の制度文化が体験できるので、どうぞ試してください。右上の QR コードは大田区の制度の地図や制度の入り方などを詳しく紹介する内容です。とても参考になると思います。月は大田観光協会の古関みどりさんが大田区の他の魅力を紹介いたします。古関さん、どうぞ。はい、大田観光協会の古関みどりと申します。私からは大田区のちょっと別な視点での魅力というのをご紹介できればというふうに思っております。大田区は日常の中でさまざまな経験ができる面白い場所だというふうに思っています。日本人の方にとってはリラックスができる場所、あるいは飲んだり食べたりすることがたくさんお店があるので面白い場所ということで認識されている場所だと思っています。その中で外国の方が日本に来た時にどんな体験をしていただいたのかという部分を、紹介がてらスライドでご紹介できたらというふうに思っております。まず1つ目、1月の池上本門寺で行われるはしご乗りというのがあります。こちらはですね、約6メートルの高さのはしごの上に、この斑点を着たお兄さんたちが柱のはしごの6メートルの上からいよっはってこういうふうにパフォーマンスするんですね。でそのパフォーマンスを見た部分とその第2部というのは、来てくださったお客様にぜひ自分たちの体験をしていただきたいという部分の時間を取っています。でその時にもちろん6メートルのこんなに高い部分に人を乗せるって初めてだと怖いんですよ。でなんですが、そこはちょっと練習用のものをですね持ってきていただきまして、で体験していただいた図っていうのがこちらの写真になっています。でこのようにはしごの下で
先ほどまで6メートルの上で技をやっていたお兄さんたちがですね、自分たちのサポートをしてくれるということで非常に喜ばれている体験の、時間になっていました。で、2つ目は先ほど丹さんの方からご紹介がありました羽田神社の例大祭というのが7月の末に毎年行われています。で、そちらでは外国語ボランティアガイドの方々によってさまざまな何て言うんですかね、体験する機会というのを作らせていただいています。まず一つは英語、中国語による体験ということで、写真にもあるようにおみこしを担ぐ体験をしていただいたり、でその後は京都の伏見稲荷のような鳥居がある場所があるんですけれども、あの森稲荷さんの境内のご案内をさせていただいたりということで、一回お祭りに来ると日本文化をぎゅっとこう凝縮したような楽しみがあるというのがこちらのお祭りの体験というふうになっています。でこちらも先ほどと同じ写真の一部です。夏に穴守稲荷さんでこのようなライトを見せてですね、きれいな写真が撮れるような部分もお祭りでやっています。で、大田区はこの、写真のですね、向こう側は神奈川県川崎市なんですね。その手前のところから夕方になりますと空気が澄んでいますと富士山がこのように見えるんです。ですので富士山に行けないけど羽田から見たいなっていう方はですね、ぜひこのスポットに足を運んでいただきますと、ラッキーであればこのように富士山を見ることができるというスポットもありますので、どうぞこちらお見逃しのないようにしていただければというふうに思います。で、あとですね、私自身がおすすめなのが最近花散歩というのをおすすめしています。で、まあ、あらかじめどこに行ったら花が見れるかというのは季節にもよるので、まあ、ちょっと散ってしまった後とかっていうのもあるかもしれないんですが、一番ピークの時に来ていただきますとこんなところが見れますよということでご紹介したいのが池上本門寺がありまして、池上本門寺の周りには小さな素敵なお寺がたくさんあります。そのお寺の一つで陽源寺さんというお寺がですね、このスライドの左上にあるちょっとこれ私が記念写真で撮った写真なんですが、すべて周りがアジサイというところで記念写真を撮ることができるというスポットもありますので、まあ、こういったところをですね、まだ知る人ぞ知る東京の花のスポットだったりもしますので、ぜひ足を運んでいただいて花散歩を楽しんでいただけたら嬉しいなっていうふうに思います。次はですね、もっとリラックスしたいよ、飛行機好きだよっていう方におすすめの場所をご紹介します。こちらは羽田イノベーションシティというところにある足湯です。こちらはなんと右下のところに、飛行機が今飛んでる写真があるんですけれども、それをですね見ながら足をこうあったかいお湯にですねつけて疲れを取るっていう、まあ、そういったことができる場所が羽田空港から隣の天空橋というところにこのような施設があります。でこういったところもありますので、ぜひリラックスしに遊びにいらっしゃっていただくのもよろしいかと思います。それではそういった情報が実際にどんなところでもらえるのかという部分は、大田区に観光情報センターというのがあります。こちらは京急蒲田駅の改札口の前30秒ほどで左側にありますので、ぜひ羽田をご利用のお客様は蒲田で降りて、京急蒲田で降りてこのセンターでいろいろ情報をもらっていっていただければ嬉しいかなと思います。でそこでは無料体験による、着物の、まあ、ちょっとこうミニ体験というんですかね、着物を着て写真を撮るっていうようなコーナーもあります。あとは事前予約制になるんですが、漫画の体験、各体験というのをできるコーナーもありますので、まあ、こういった手軽に体験できるものもご用意があります。でそれ以外にこういったスイーツですとかお土産物も販売もしていますので、ぜひですね蒲田周辺にお立ち寄りの際はこちらにも足を運んでいただきますと嬉しいです。あとですね、
大田区のグルメというのは何があるのかっていう部分あるんですけれども、皆さん羽根付き餃子というのは聞いたことありますでしょうか。これ写真を見ていただくとパリパリとした羽根がついている餃子のことなんですね。この羽根付き餃子発祥の地が蒲田にあります。で、まあ、有名になっているので食べた方もたくさんおいでになるとは思うんですが、この羽根付き餃子発祥の地がゆえに餃子が食べれるお店がたくさんあります。ぜひここはお見逃しないようにお願いできればと思います。右上の写真は海苔です。海苔は、以前大田区で、江戸時代の頃に海苔養殖の発祥の地というふうに言われていました。そのゆかりから海苔を使ったグルメっていうんですかねっていうのもあります。あと左下は桜ゼリーです。桜の咲いている頃に楽しめる、このような特別なスイーツもご用意しています。で右下は先ほど丹さんが紹介していただいた池上本門寺のくず餅です。まあ、そういった形で B 級グルメと言われるものもたくさんありますので、まあ、日本の方海外の方問わずぜひご賞味いただければと思います。でこれ蒲田なんですね。蒲田は松竹キネマの撮影所というのが昔100年前にあったと言われているエリアです。ただし今はもうその撮影所はありません。 では蒲田はどんな町なのかというと、このように気軽に食べたり飲んだり人と会話したりっていうそういったフレンドリーな町に変わっています。ですのでホテルにお泊まりの方は夜に仕事から帰ってホテルに寝て帰ってきて、でその後こういったところに出て行かれるのもいいですし、海外から来たお客様にとりましてはちょっと日本人と会話したいなって時にはですね、ぜひこういった形で街中に出てっていただけるとこういうなんか面白いことがありますので、出会いを求めて出て行ってみてはいかがでしょうか。でこちらはですね、70年ぐらい前に建てられた元お蕎麦屋さんを使った古民家カフェというのがあります。こちら蓮月という名前のカフェなんですけれども、やはり池上本門寺の近くにあるカフェです。ですので蒲田からも近い池上からそういったところでお茶をするっていうのも非常におすすめです。でちなみにこの真ん中の下に写ってる写真はですね、結構こうオーナーさんとかもフレンドリーな方が多いので、あと映画のロケにも使われたりっていうことで、いろいろとこうここを拠点にですね、街を歩いてみるとたくさんの情報が知れると思います。はい、それではですね、動画で大田区のちょっとざーっとご紹介をさせていただきますので、こちらの動画をご覧ください。大田区の動画いかがでしたでしょうか。まあ、このように日本の方と海外の方がクロスするポイントが蒲田にはあると思っています。ぜひ大田区にこの機会に遊びに来ていただけたらと思います。それでは丹さんの方に一旦変わりたいと思います。最後ですが、大田区は2017年に国際都市大田制限を行いました。世界中の人々を歓迎して多様な文化を分かり合って、そして豊かな未来を目指しています。世界に羽ばたく国際都市大田にようこそ。本日ご清聴ありがとうございました。
ダンさん、小関さん、クールなプレゼンテーションありがとうございました。ありがとうございます。早速ですが、いくつかインタビューをさせてください。まずは改めてとなりますが、ダンさん、小関さんより自己紹介をお願いしたいです。で、自己紹介の際、これまでのボランティア経験や今回のプレゼン企画にご協力をいただいたきっかけ、またお二人のご関係も交えてお話をお伺いできればと思いますが、お願いできますでしょうか。改めてシティ活動のタンシーカと申します。私はボランティアの活動が大好きで、今までも東京マラソンなどのボランティアに参加したことが何回もあります。あと地元の大田区では国際都市大田大使としてボランティアよく参加しています。なので今回シティ活動でもそういうこういうボランティア活動で参加するのを楽しみにしています。今回は地元の大田区の代表として大田区の魅力を皆さんに紹介できれば とても光栄です。大田観光協会の小関です。私自身は今年12年目になりました。観光協会でお仕事を通して、もともと生まれも育ちも大田区なので、大田区 の魅力をですね、より多くの方々に広めたいという気持ちがあります。で、国際交流とかそういった部分にも随分長年携わっていましたので、この東京大会2020が東京に決まったといった時にはすごくワクワクしました。で、仕事を通して現在はいろんな PR をしております。ありがとうございます。今回のプレゼンのテーマ、クール大田区ということで、東京の魅力発信という大きな括りの中で、こちらのテーマを選ばれた理由をお伺いしたいです。そうですね、私が国際都市大田大使として、その愛称はクール大田区大使でも言います。クールはまずは日本語のクールは皆さんに大田区に来てほしいです。2つ目は英語のクールで、大田区の過去予算を皆さんに紹介したいです。なるほど。この来てほしい、来るのカムのクールと、そして、かっこいい、イケてるという意味の英語のクール、これがかかっているわけですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあここからは少しプレゼンテーションの内容についてお伺いしていきます。タンさん、大田区のいろいろな行事をご紹介いただきました。タンさんが一番思い出のある行事は何ですか？そうですね、私はやっぱり本文寺の近くに住んで、本文寺のお屋敷がとても好きです。お屋敷というのはどんなこちら行事なんでしょうか？意外と住民の方もですね、お祭りというふうなイメージがあるんですが、実は屋台がたくさんある部分と、日蓮宗の、総本山というのが池上本門寺なんですが、日蓮聖人がお亡くなりになった日の法要の部分の意味がありまして、で、3日間の法要の時というのが、11月11、12、13というふうに決まっている3日間になります。タンさん、何が楽しかったですか？そうですね、祭りの時はやっぱり屋台が出した食べ物などがとても美味しい方です。どんな食べ物食べました？私は必ず焼きそばを食べます。なるほど。焼きそばは麺とお肉と野菜、バランスよく入っているのでとても美味しいです。なるほど。そして、祭りが出した焼きそばは、いつもの焼きそばより全然美味しいです。ですよね。なぜなんですかね、お祭りで食べる焼きそばがすごく美味しく感じられるのはね。他には何か思い出のある食べ物ありますか？チョコバナナがとても美味しいです。どんなところが好きですか？やっぱり外はバリバリで、中は柔らかいバナナで、とても美味しいです。そうですよね、チョコバナナもいいですよね。さあ、そして小関さんには穴守稲荷神社ですとか、あと富士山ね、たくさんの素敵な写真ご紹介いただいたんですけれども、他にも大田区いいフォトスポットありますでしょうか？そうですね、フォトスポットで食べ物の
部分で海外の方に喜ばれるのではないかなと思うところは、蒲田のバーボンストリートっていうちょっとしたこう飲み屋街っていうのがあるんですよ。でそこはこういう大きなお肉からなんかこうなんか絵になるっていうんですかね、居酒屋の雰囲気っていうのかなっていうのがやっぱこう取れたりするので、まあ、そういったところはなんかこうなんつうんでしょう、日本のこう一幕をねこう写真撮ってでこんなん食べたりなんだったりっていうような部分があのフォトスポットの一つかなと、まあ、日本の方にとってみたらね、まあ、あの特にそれっていうのは望まないかもしれないんですけど、まあ、そういう方は景色が綺麗なところっていうあのスライドでお見せしたところがおすすめです。まさにこうクールな写真が撮れるわけですね。そうですね、はい、なるほど。あのプレゼンの中で伝えきれなかった内容ですとか、また今一度 PR したい内容があればぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、やっぱり大田区に羽田空港が大きな存在です。羽田空港に飛行機の整備工場があります。その近くに宅急便の物流センターもあります。それらの施設は全部計画できますので、もし興味があればぜひ申し込んでください。私がおすすめしたい魅力というのはですね、あの丹さんが国際都市太田っていう紹介があったかと思うんですが、日本の大田区の私たちもですね、いろいろと2020をきっかけにたくさんの外国の方と知り合いになりたいなとか、英語を勉強した人もいるし、中国語とかね他の言語を勉強してウェルカムって気持ちで迎えたいなって思う気持ちの人が実はたくさんいらっしゃるんですね。で、まあ、ホテルもたくさんありますので、まあ、きっと今後もそういったこうなんつうんでしょう、国際交流っていうかこういろんな価値観がクロスするようなポイントにあの私たちの街はなれるというふうに思ってますので、まあ、そういった街というのをですね今後も着目していただけたらと思います。ありがとうございます。それでは最後にこちらの映像をご覧いただいている皆様に向けてメッセージをお願いいたします。はい、大田区には羽田空港、大田区の羽田空港は日本の玄関口でも言えます。東京に来たらぜひ空港の近くの大田区を楽しみにしてください。蒲田の紹介をさせていただきましたが、大田区には蒲田以外にもたくさんのところがあります。刺激的なものが欲しい、新しいことを知りたい、そういった部分のスポットもありますが、リラックスする温泉が出たり景色がいいところがあったりというところもあるのが大田区です。ぜひそういったところにですね、区の方、区外の方で、さらに東京以外の方、さらに日本以外からもたくさんの人にこう集まっていただきまして、ぜひですね今後また日本をですね、あの大田区を元気に、はい、したいと思ってますので、ぜひお越しくださいませ。お待ちしております。田さん、小崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日のプレゼンテーションは以上で終了となります。ご視聴いただきありがとうございました。